どうも皆さん、こんにちは。えー、i c a n 核兵器廃絶国際キャンペーン、イースボートの川崎明です。えー、今日はあの、ワールドシフトの集まりということで、えー、この今の世界でどんな変化が必要かということをみんなが考える場合になっていると思いますけれども、私はですね、こういったものを書いてみました。武器から人へということです。 でこの武器から人へというのはですね、私たちの考え方もそうですけれども、まずはお金を武器に使うんじゃなくて、人に使うというふうに大きく転換しなければいけない時に来ているというふうに思います。で、これはですね、今、なぜ私たちがこうやってオンライン会議やらなければいけないかというと、コロナウイルスが世界中にこの感染の拡大をもたらしていて、 人々が外出できないからでありますけれども、この感染症、病気というのは、本当にあなたであり、私でありですね、世界中のみんなの命に対する脅威なわけですよね。私たちの安全が脅かされていると。ところがですね、安全、安全保障というふうに言うと、これまで多くの場合、武器を持つこと、 武器を使えるように磨いておくこと、そのことが人々のあるいは国家の安全をもたらすのだ。ひいては国際社会の安全というのは武器と武器のバランスによるものなんだという考え方が本当にはびこってきたわけですよね。で世界には核兵器が未だに1万4000発近くあるんですけれども、その1万4000発の核兵器というものは何ら コロナウイルスから私たちを守ってくれるものではないわけなんですよね。私たちは今、何が安全にとって、平和にとって必要なのかということを、大きなこの発想の転換をですね、しなければいけない時に来ているというふうに思います。で、今日限られた時間でありますけれども、この ICAN の活動をしておりますので、少し世界の核兵器の状況などもですね、 お伝えしながらお話をしたいというふうに思いますけれども、ちょっと画面をですね切り替えるので見ていただきたいというふうに思いますが、もともとこの ICAN といいますのは、核兵器廃絶国際キャンペーンという世界の NGO の集まりでありまして、今、500団体以上が参加をしております。 私が所属します日本のピースボートもそのうちの一つの団体になります。イエス・アイ・キャン、核兵器をなくすことは絶対できるんだという、そういうメッセージで、世界中で、まあ、SNS も使いながらですね、運動を広げてきました。で3年前になりますけれどもお、2017年の7月に国連で核兵器禁止条約というものが採択されたということをもちまして、 大きな転換点が現れたわけでありますでこの条約といいますのは、核兵器を非人道的な兵器と定めて、これを全面的かつ完全に禁止して、そして核兵器の廃絶への道筋を定めた条約であると。と同時に、核の被害者、これは原爆の被害を受けた被爆者の方々ももちろんでありますけれども、世界中で行われてきている核実験の被害者も含めてなんですが、 そうしたた被害者への援助を定めた条約になっていますでこの条約づくりに市民として貢献したということで,です、ね、評価を受けまして、えー、私たち ICAN は2017年の12月にノーベル平和賞を受賞をさせてもらったということなんですが、えー、日本のピースボートはです、ね、その一員として 広島、長崎の被爆者の方々と一緒に世界を回って、この原爆の非人道性ということを伝える、そういう証言の公開を行ってきましたが、そうした運動が、この世界全体の核兵器禁止の活動にですね、貢献してきたということを、大変あの私たちとしてはあの嬉しいし、これはほからしいことだというふうに思っています。さて、えー、その ICAN がですね、このコロナウイルスの状況の中で、 えー、少しし調べ物をしたわけでありますどういう調べ物かというと、えー、何万人という人たちが今その命が世界でそして日本で脅かされている中でですねじゃ医療崩壊ということも現実のものになってきてますがそうした医療で命を救うということと核兵器 一体どれだけのお金が使われているのかということを比べてみたわけですね。えーまあ、情報が得やすいフランス、イギリス、アメリカという3カ国の核兵器保有国について、えー、とりあえず調べたわけでありますけれどもフランスはですねこの IKEA の調べによりますと、えー、今後6年間で4兆4000億円に当たる。 370億ユーロの核兵器の予算をつけておりまして、それを1年分にしますと、大体いい45億ユーロと。これは、フランスの平均的な価格で計算した場合に、集中治療室のベッドが10万人分、人工呼吸器が1万人分、そして看護師2万人と医師1万人の給与に相当する金額だということですね。 イギリスの場合はどうかと言いますと、イギリスは、原子力潜水艦からですね、この核ミサイルを発射できるシステムを持っているわけですけれども、このシステムの構築及び維持に、昨年1年間で72億ポンドのお金を使っております。で、このお金でもって、ベッド10万台、人工呼吸器3万台、そして看護師と お看護師5万人と医師4万人の給与、これを賄うことができる。で、これアメリカでありますけれども、アメリカは、これまた桁が大きいんですね。昨年1年間だけで、351億ドルの核兵器の予算を投じするんですね。で、これで集中,中治療室のベッド30万台、人工呼吸器3万5千台、および看護師15万人と医師7万5千人の 給与をかなうことができるこういうことがあ見えてきたわけですこの3カ国いずれも核兵器保有国であると同時にこの新型コロナウイルスで苦しんできた国であります実はですねご紹介したい本があるわけなんですけどもこれあの核のある世界と これからを考えるガイドブックということで、ついこの間出たばかりなんですが、長崎大学核兵器廃絶研究センターの中村恵子さんが書かれた本なんですけれども、いろいろ分かりやすくですね、Q&A 方式になっている中で、えー、核兵器を作るのにどのぐらいのお金がかかりますかというページがあります。で、ここを見ますと、えー、アメリカというのは先ほど1年間でどれだけというのが出ましたけれども、今後30年にわたって、 1>, 1兆2000億ドルもの核兵器の予算、これ、日本円に換算すれば132兆円ですからね、それを核兵器のことのみに使うんだということを掲げている、そんなようなことも、研究の結果ですね、調査の結果あ、明らかになっているということなんです。またちょっとスライドの方を見ていただきたいというふうに思いますので、ちょっと画面を変えてみますね、えー、少しお待ちくださいね。 実際にはですねこのような巨額のお金が投じられて1万4000発近下の核兵器が存在するとこうした中で核兵器の廃絶を求める声がどんどん高まっているんですが皆さん覚えてらっしゃると思います昨年11月にローマ教皇フランシスコが来日されて長崎と広島に来られましたね。その時の時演説で 核兵器という大量殺戮兵器で、その脅しの力で国や国際の安全を保とうという考え方は間違っているということを明確に教皇は述べて、そしてかたや世界で本当に貧困に苦しんでいる人たちがいるときにですね、このような軍備競争に走るということは、これは神に歯向かうテロ行為であるという、 かなり強い表現でこれを批判しているわけなんですね。で、このお金を武器から人に回そうというのは、これもう10年近くになると思います、もっと長く続いているかも分かりませんが、えー、毎年4月に、今のこの時期にですね、えー、グローバル・デイ・オブ・アクション、世界行動で軍事費を減らせという世界行動でということが世界的に広げられてまして。 これあのピースボートでのメンバーがです、ね、あの広島に来た時の写真でありますけれども、お原爆ドームの前で、こうしたお金を軍事では,軍事ではなくて、人々のニーズに回せと、こういうキャンペーンをしてきております。核保有国、いわゆる先進国、大国だけではありません、例えばこのポスター、パキスタンのものでありますけれども、インドやパキスタンのように、本当に貧困で苦しんでいる人たちがいるような国の中でも、 あるいは北朝鮮も同じ問題がいると思いますけれども、人々の生活を犠牲にして、軍備に行われて使われてきている。で、その金額というのは、実は今、冷戦末期よりも今の方が軍事費が使われているんですね。で、これまではアメリカがその世界の軍事費の中心でありました。昔は 世界の軍事費の50%ぐらいがアメリカだったんですが、今36%、その代わりですね、今中国14%、実はアジアが占める割合、世界の軍事費の中でアジアの割合というのは非常に高まっておりまして、えー、これ、あのー、世界の15の主要な軍事費の支出国というのが、2018年のデータでありますけれども、こう出ておりまして、えー、アメリカは確かに大きいんですけども、中国、日本、韓国、インド、 こういった形でアジアの占める割合が高まってきてるんですね。で、幸いなことに中国、日本、韓国、そして北朝鮮、こういったエリアで今、火を吹くような戦争というのは幸いに起きておりませんが、しかし結局、軍備競争ということによって、多額のお金がこうした、まあ、経済的にもある程度、ゆとりのある国ですね、中国にしても日本にしても、まだまだそうであります。経済大国国と言われる国が そうした軍備にお金を使うことがどういう意味を持つだろうかということを真剣に考える必要があると思います。実際には格差の問題、ホームレス、子供の貧困、劣悪な条件のバイト、震災被災者の支援打ち切り、こういった問題が ずっと放置されてきてきるわけですね。で今、コロナの問題で医療崩壊だというふうに言ってますけれども、この背景には、これ日本だけじゃありませんが、どんどんと合理化という名前のもとで、医療や福祉に対するお金を削ってきて、今、それが感染症が広がって崩壊しようとしていると、こういうことであるわけですよね。で国連はですね、17の世界の目標ということで、SDGs という、私たちのこの社会が、 環境に配慮して、人々の権利にも配慮してです、ね、どうやって長続きできるかという、そういう目標を定めておるんですけども、その中で、やはりです、ね、きちっとした平和で包摂的な社会を作っていかなければ持続できないんだと、こういうことを言っているわけです。今、世界で繰り広げられている軍備競争というのは、この考え方に真っ向から反するものだというふうに言えることができると思います。日本では長く 平和活動、これは核兵器だけじゃありません。続いてきまして、2008年にはですね、9条世界会議という日本国憲法9条の武器によらない平和という考え方を世界に広めようという、そういう大きな国際会議が開催されまして、私もその中心におりましたけれども、そういう今、市民の声を集めると、一つ言えることは、この核兵器と気候変動というものが人類生存への二大脅威である。どちらも 国境に縛られない世界全体の脅威であるということであります。そして今コロナウイルスの問題で病気の広がり感染症の問題が実はこのアントニオ・グテーレス事務総長が繰り返し今言っていることでありますけども第二次世界大戦以後最大の危機であるという表現をしていますよね。つまり戦争の 危機があって、第一次第二次世界大戦があって国連を作ったと。戦争させないよと。で戦争させないよと言って、なんとか世界大戦といわれるものは、第三次,次大戦といわれるものはですね、起こさないで来ることができたんですけども、その陰で、気候変動であり、自然災害であり、あるいはですね、この病気の広がりということで、本当に人間を 蝕む脅威というものが、じわじわと広がってきていると。それらに対処しなきゃいけないときに、戦争をやっている場合か、戦争の道具を作っている場合かということが大きく問われているというふうに思います。さて、そうした中で、このさまざまな平和のためのキャンペーン、何ができるかということでありますけれども、イキャンやピースボートでは、この核兵器廃絶ということをですね、被爆者の皆さんと一緒に訴えようということで。 被爆者国際署名というものを進めておりまして、これは誰でもオンラインでできますので、ぜひ検索してやってみていただきたいというふうに思います。また、こうした問題については、国会議員を動かして、そして政府を動かしていかなければいけませんので、この議員ウォッチというサイトでは、皆さん、どの都道府県にお住まいか分かりませんけど皆さんのお住まいの都道府県で選出された国会議員が、どういうことを この核の問題、平和の問題について考えているかということがわかるような、そういう仕組みを作っておりますので、ぜひアクセスをしてえ、皆さんの代表にですね、声を届けていただきたいというふうに思います。残念なのことに、核兵器禁止薬に日本政府はまだ参加しないという姿勢を崩しておりませんけれども、この NHK の世論調査が示すように、3分の2の日本の人たちは参加すべきだというふうに言っている。この声を実現するというのは、 私たち一人一人の力だと思うんです、ね、すき、えー、今日お話したようなこと、詳しいことはですね、こうした本にも書いてあります、えー、バッジなどもお皆さんのキャンペーンにも使っていただけるようにう用意をしてあります。被爆者のサーロー節子さんが2017年のノーベル平和賞授賞式の時に語った、この核兵器禁止条約を使って、これを核兵器の終わりの始まりにしましょうと、これを本当に終わらせるのは、私たち一人一人の力であると。 いうふうに思います。どうもご清聴ありがとうございました。またあ今度はですね、リアルで皆さんと対面してお話しできる機会があることを楽しみにしております。今日はどうもありがとうございました。